はいどうも、A プラスチャンネルです。いいね、その元気な感じ。行こう。今日はまたトーク会やってみようと思って。トーク会連続かな、この感じだと。今ですね、どうしても紹介したいかき氷屋さんがあるんですよ。かき氷屋さんというかカフェなんですけど、で、実は1回収録に行ってるんです。1回収録に行ってる、まずそう、で、行って、うん、まあ、テラス席でね、撮らせてもらって、はい、まあ、あまりの暑さにちょっとお店の方に中どうぞって言われて行きました、うんうん、カメラセットし直します、うんうん、でも他のお客さんがいるのでちょっと、まあ、声結構張るので、うん、まあ、やっぱ外でいいです。戻りました、はいはいはい。そっからさ、録画ボタン押し忘れてさ、前半部分しかない。そう、ただかき氷食べに行った。美味しかった。食いに行ってるだけやもんな。そうで、それを今日また撮影させてもらおうと思ってね、うん、行ったんですけど、うん、まあ、人気店すぎてちょっとえぐい人気やったね。そうマジで、もうどうしても紹介したいってところがあるんですよ、ね、はいはいはい。え、そんなかき氷あるのみたいな。行きたいね。ちょ、俺まだ行ってないんだよね。多分ね、衝撃受ける、みんな。だからこれ動画に流すことによってまた人気高まっちゃうから、ちょっとそのあえて時期ずらした方がいいのかなと思って。ちょっとだからもう少し、あの9月の平日に入ってからとか、暑さ和らいでからお邪魔しようかなと思います。で、今日のトークテーマは、今日のトークテーマは本当にマジで今日ノー編集の可能性あるもんね、これ。ノー編集、ノー編集でいく。ノー編集でいこうか。ノー編集でいくか。本当にトークテーマちょっと何も考えてない。考えてない。この注目やばいよ。この沈黙やばいもんね。今じゃあ僕がどうしても伝えたいこと言ってもいい？はいはいはい。なんと、はい、告知です。告知？何？11月8、はいはい、8日ですね、日曜日に、はい、フリーマーケットを主催します。で、これは実はフリーマーケットを主催って言い方は僕の中では違和感があって、うんうん、まあ、イベントを主催します。イベントを主催、その中にフリーマーケットがあります。あ、なるほどね。フリーマーケットをやりたいわけじゃない。 でフリーマーケットでもすごい良くてさ、やっぱその人と人の直接会話が生まれたりとか、はいはいはい、まあ、単純に自分にとってはもういらないものが人にとっては有益になったりとか、うん、まあ、そのリサイクル的な意味も含めてね、はいはい、っていうのもあるので全然いいことなんですよ、うんうん、でやりたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、それよりもこっちが実は僕の中でメインっていうのが、うん、ステージがあるんですね。ほう、なるほど、はい、でステージがありまして、そこで、うん、まあ、特に今年で偶然なんですけど、まあ、コロナが流行り始めて、うん、はいはいはい、いろんな方の発表の場が奪われてると。なんかね、いろいろないよね、中心だったから。それを提供しようということで、で、まあ、A プラスっていう団体のターゲットが若者ってこともあるので、ね、まあ、学生バンドと、学生バンド、大学生のサークル、サークルの発表の場をご用意しました。いいね。はい、でも実は問い合わせ、お申し込み何件もいただいてるんですけ ど、インスタでもツイッターでも A プラス検索してもらえれば出ますので、うん、なるほど。それで岐阜ファンタジーマーケットですね。いい名前、こだわり抜いた名前だよね。いい名前、これはいろんな意味がある。結構ハルキングの意見が採用されてる。結構俺推しではある、うん、確かに。確かにファンタジーってなんか夢があるもんね。ちょっと俺はめちゃめちゃ好きな名前なんだよね。 Let's sing a song Wipe your tears and the people ちょっと俺らの色強いだろね。俺らの色強めの振り込みになっちゃうんだけど。だけど、まあね、ぜひ継続して、うんうん、まあ単発で終わっては意味がないので。そうね。で、まあ、開催させてもらう場所もですね、まあ、その SNS 見てもらうと分かりますけど、はいはい、なんと、はい、モレラギフさんでですね。マジですごい、うん、ついに A プラスが動き出したぞと。本当にそうだよね。マジで満を持して、正直言うと半年遅れてるんですけど、まあね、うん、まあ、そればっかりはしょうがないので、うん、でさらに面白いものをね、中でやっていこうって今計画中なので、うん、マジですごい。本当に若い世代から 老若にゃんにょ老若にゃんにょ老若にゃん老若なんにょ、そうやね、老若なんにょに楽しめる、そう、ね、イベントをご用意してますので、はいはいはい、11月8日皆さんぜひ開けておいてください、ね、マジ本当に楽しみ。ちょっと先行かせてもらう、はい、いやーマジで楽しみ。うん、まあ、でも面白いことをやっぱ提供していきたいね。ね、ちょっと最近ね、暗いことばっかりもんね。まあまあ、今8月ですけど、やっぱ子供たちもさ、夏の思い出って聞いてもみんなないんだよね、今年は。短いかったもんな。そうで、まあ、ちっちゃいことですけど、例えば地域のお祭りが毎年はあったりとか、ああいうのっていい思い出になるじゃん。あれがいいよね、その1個のね、思い出が、うん、あ、そういえばこの年は A プラスがね、うんうんうん、楽しいイベントやってたなみたいになってくれると、あるある。
いいかなと思います。なるほどね。なのであのぜひ自分がやってることを例えば見せたいとか、うん、そういえばこういうことやってる方いますよとかいたらね、うん、あの動画のコメント欄でもいいですし SNS でもいいので、うん、いっぱいコメントください。はい、もう全部チェックしてます、ね、以上告知終わりです。なるほど、まだ5分よ。まだ5分よまだ5分よ。ノーカットやでね。ノーカットよ。きついよ。今は9対1ぐらいで僕喋ったから次ハルキングの。あ、俺も喋らないか。逆転の時間がやってきた、ね、なるほど。フリマのことの方がいいかな。あー、なんでもいいよ。なんでもいい、うん、なんでもいいになるときついな今から1から得テーマなんやろ。あかんよこのままあかんよいや僕はわざと回ってるから何マジでやめて。じゃ多分あの最近僕バナナマン好きなんですけど、うん、バナナマンのキャラで言うと僕多分設楽さんの方なんで、ね、かもね。で多分ハルキングが顔的にも日村さん顔も顔もしなんで僕はちょっとハルキングを見て楽しむ立場。あ、なるほどね。だと思うんで。なんだろうね。どうですかハルキングさん。ハルキングさん、いややっぱでもいや俺フリマ楽しみよね。フリマ楽しみよね本当に。フリマが楽しみで仕掛けちゃってる。フリマ楽しみですよね皆さんね。フリマの出店とかってしたことある？ないよ。あるで。え、僕はある。あまり。あ、これ前回に引き続き高校生の思い出になっちゃう。おお、いい。僕はあるよ。高校の時に友達と一緒に一ブース借りて。あ、本当。うん、何を売るのさ、自分の私物を売る。ね、当時僕が好きだったブランドの服とか、まあバイトしてたんで、いろいろ自分で服買ったのをまあこれ着ないなとか。で家にある親からこれあんた出してきてみたいな、うん、でも1個は300円400円とかもそのぐらいに売るんですけど、結局1日でどうだろう3万ぐらいかな売り上げなの、うん、ごめんなさい3万ぐらいの売り上げになった記憶がある。うんうんうん、じゃあもうめっちゃ売ったってことよね。めっちゃ売ったね。1個300円やったしても何売ったかはちょっと覚えてないけど、いや、やっぱ来るよねフリマって。そう、安いからみんな買うし、なんかあの何があるか分かんないからね、行ってみないとな分からない面白さ。確かに確かにいいね。なんかフリマってちょっとなんかさおばちゃんとかのイメージあるじゃん、うん、多分そんなことなくて。確かに、うん、だから高校生中学生の子もちょっとフラーっと寄ってくれれば、うん、ね、モレラなんで。モレラ本当にねフラッと寄れると思うよ。そうだから集客効果はある意味心配がないというか、うん、確かにこれすごい安心じゃない確かにお客さんは来るもんね。よくさあのでかいなんていうの産業会館で岐阜で言うと、はいはいはい、みたいなアリーナみたいな体育館みたいなとこ借りて、はいはいはい、フリマやってる方いますけど、うん、あれってさチラシを巻いて集客までいるじゃん。確かに。だからモレラさんでの場合は集客が、うん、まあもちろんしますけどある意味もともといるというか、うん、確かにすごい。だからやる側としてはありがたい場所を貸していただけたなと、うんうんうん、ね、でも集客めっちゃ大変やと思う。これからこれからそうやもんね。そうチラシの数ここからマジでチラシの数えぐいから、はい、うん百枚よね。うん百枚よ本当に。1ヶ月で配布しなさい。冗談抜きでうん百枚なんよそうで、ね、チームに分かれてエリアごとにね。そうそうそう。どっかは配ったりみたいな。でもいい機会だと僕は思ってて、うん、まあちょっとみんなに支持する側で申し訳ないけど、うん、そのメンバーに、うん、だけどやっぱそういう経験ってやってみないとわからないことっていっぱいあるし、やっぱそのお店の方と直接喋ることで、うん、どういう活動してるのって声をかけられたりして自分の知識が深まる部分もあるし、いいきっかけだと思う、うん、まだ A プラスのこと喋れるかって言われたら言わないしね。ちょっとだろうね、うん、あの僕もだからそれはダメなところで、うん、頭にはちゃんとあるんだけど、うん、うまく伝えきれてないというか、うん、だからその僕ももちろんあの一人でチラシ配りみんなよりやるので。そうめっちゃ頑張ってください。そうあれがあるからねインターンシップの方があるので。 そっちもあるもんね。あのこっから一人で200枚かな。あ、本当にそっちは自分でもうやるって決めたので、うんうんうん、なのでそれとかもぜひ同行してもらえたらね。いやちょっと同行したい、ね、うん、こういう話をしてるっていうのが分かると思うので、うん、昨日もあのもう SNS 上げたんですけど、はいはいはい、柳瀬優子さんとちょっとご縁をいただきまして、うん、まあそういう地域のためにって活動されてる方って話していくとやっぱみんな思いは同じ、うん、その行動の方法は違うんですけど、だからそういう方がなんかね力を組めればもっと面白いことができるんじゃないかなっていう、うん、ってことで 9.5 対 1.0.5 ぐらいになったので。どうぞ喋、はい、どうぞ喋りたいのに喋ってばもういいよいいよ、もうこっからじゃあ
お口にチャック。お口にチャックでいい？うん、俺のターンね。うん。ノーカットだよ。ノーカットやったっけこれ。だからまああれよね。あもう本当にテーマ欲しいな。皆さん本当に申し訳ないですあのねあのこの辺ちょっとダブルタップしてくださると、ね、ハルキング面白いと思って今待ってたと思うんで、あのこれがハルキングです。これがあのカットしてない状態のハルキングなんですよね。確かにいつもカットしてね喋るとこだけ取れるから。ハルキング結構面白いこと言うなって思ってると思うけど、思ってるけどこれないよ。そうなん。じゃあマジで本当毎回くらいでね、うん、地獄よ。あでも頭はいいからね。頭言葉にするのに時間かかるというか、喋れんのよね。牛の胃まで行く仕組みと一緒やね。牛の胃まで行く仕組み。反数って言うんだっけ。反数何のこと。なんかその草屋で消化しにくいからさ、今で何個かあるんだよね、うん、確か経路は。あ、そう。で時間がかかる。へえ。マジか。でもチラシな、本当に2人で100枚とかもね。そうそうそう。1人50枚。大丈夫だ。だって僕は1人で合わせて300枚やろうとしてるんだから。本当に。それは本当にすげえ。1人で300枚って1日1枚ほぼ1年。1日1枚よ。1日1枚っていうカウントがダメやけどね。まあね、もうどっかでやる日決めてうわーってやらないと。やらんとね。今日30枚やりましたとかにならないと多分。ちょっとな、きついな。うん。いや本当にマジでチラシな。そうしかも僕はね、インターンシップの公的機関が相手だからさ。本当よ。もうピシッとスーツ着てね。マジ髪の毛七三でした。いいやいいや。見てみたい、そういうの。しえへん。しえへんけど、それぐらいのちょっと気合い入れていただいて。なるほどね。で、断られたら、倍返しだ。もうめちゃめちゃ影響されとるやん、今のドラマ。そこしか知らんけどね。倍返しだ。ドラマ見よう、今めちゃめちゃ面白いよね、今期は。そう、再放送いいよ ね。だって人気のやつだけを再放送してるからさ、そうそうそう、ある意味、ね、ランキングベスト上からやってるみたいな。外れはないわけよね。うん、あ、ドラマなんか今までで一番印象深いドラマとかないの？なんやろ、逃げ恥かな。あ、最近やね。ちょっとやっぱ逃げ恥でガッキーに心奪われましたね。ああ、そうなんだ。え、逃げ恥って本当のタイトル？逃げるは恥だが役に立つ。あ、そういうタイトルね。え、どういうストーリー？なんやろね、なんか、あ、僕本当ドラマ見ない人なんで。あ、本当にわかな。多分高校から一切見てない。やばいじゃん。なんかその星野源くんと、あ、楽器、あの星野源の歌のやつ。あ、そう、恋の。あ、そうなんだ。はいはい、そう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 、あれが逃げ恥ね。そうそうそう、はいはいはい。なんかまあ偽装結婚するみたいなやつ、はいはいはい。僕の一番自分史上最強のドラマは、うん、わあ難しい。いや、聞いた気がすんなこれ。うん、何だっけな、ビーチボーイズ。あ、それやそれや。でも本当に分からんのよ、誰が地取ったか。え、なん、あ、そうか、だから今の子はリアルタイムで絶対見てないから、反町隆史、竹野内豊、はいはい、広末涼子。分かるけどないよ。確かマイク真紀。いや、知らんけど。マイク真紀確かね、そのマイク真紀知らんけど。海辺のペンションかなんかかな、うん、のお話なんですけど、うん、そこにだから夏の時期に働きに来る人が、はいはいはい、その竹野内豊とか反町隆史、広末涼子。はいはい、あの海の家みたいなバイトでね。ああ、なるほど。でそこでいろんな人間模様が繰り広げられるっていう。なるほど。大人、恋もある。ああ、恋、まああるね。あ、大人の青春みたいな感じかな。ああ、なるほどね。ああいう大人いいなって思ったかな。ああ、いいね。だけど同率1位もあって、ほうほう、まあ、これは僕の人生を作るきっかけとなったドラマが、うん、やっぱり金髪さん。金髪さんさ、うん、金髪さん。金髪さんやつ全然わからない。君たちみたいな。金髪言わんやん、自分の名前の。君たちやで、ね、金髪自分の名前やりたいからな。君たちってあの金髪先生がやっぱ、まあ、先生っていう仕事いいなっていう。そうやね、先生もね。うん、で、あとあの GTO、 この辺がだから同率1。なるほどね、うん、先生やな。 GTO はやっぱ反町隆史の時が僕はピンクかな。あの、EXILE の人やったよね、確かに。あ、やったやったじゃなくて、その初期の GT
ティオがやっぱり、なるほどね、何回か先生ってそこまでできるんだって勘違いしたね、うん、そこまでできない、あできんかあれは、うん、生徒をバイクで連れ回すできない、あできんのやできんよなそれはな、うん、これで 9.8 対 0.2 ぐらいまで、い本当にマジで合いの手しか入れてないもんね、合図値しかも、じゃあ最後ちょっとハルキングのトークでね、俺のトーク、もう15分経ったよだって、え結構いっとん ね, ね、これもう全部いくってこと、そうそう全部公開か、そのままポーンって上げてみようよ、うん、だから最後ハルキングのトークでじゃあこれで終わりにしますまでいくわ、おお。本当にねテーマ欲しい、テーマ欲しい、家族おお、そんな終わるこれこっからあと15分ぐらいかかるよ家族、え、そういえば、いやでも親孝行したい、ああ。じゃあそういえば、うん、ハルキングが YouTube 出てるってまだ知らないのか、知らんね妹も知らんし親も知らんね、あそうなんだ、それは何、単純に恥ずかしい、恥ずかしいって、あそういうことね、恥ずかしい、確かに僕も高校生とか大学生の時やったら親に見られるの嫌かも、いや嫌よね、うん、恥ずかしいよ、まあ、フリマとか成功させてから言いたいかな、あ実はこういうことやっとるよって、そう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 、えまさか A プラスっていうことすら話してないの、話してない、話してない、あそうなの、だから毎回俺夜中とかにさせていくやん、挑戦飛んでるとか、うんうん、あれ俺何も言わずに言っとるでね、あそうなのそうなんよ俺、あてっきり僕は、うん、あのじゃあ僕も頻繁にハルキングの家迎えに行くじゃん、うんうんうん、知ってるもんだと思った、あそう、だってお母さんとも目の前で会ったりしたじゃん、まあねまあね、って時にあどうもってなるけど、うん、そうそうそう、なんで、え今日どうしたの先生みたいな感じ、だからまあ遊びに行く感じでと思ってそうなんだ、そうそうそう、でも A プラスのことすら言ってない、だって A プラスのって何やっとんのってなったら今のところ YouTube だ、結局 YouTube、 まあまあ水面下ではもう始まってるけどね、まあね、これから動き出すね、うんうん、やっとやることが公開でき始めたから、ね、うん、ちょっと待っとってほしいけど、うん、ちょっと成功したら言いますよ、ね、じゃあそこ動画に残そうか、そうやね両親にカミングアウトっていう、うわー最悪そのこういう活動してるってことと、うんうん、実は最近卒業したものがあるっていう、なるほどね、やっぱこれノーカット、これノーカット、もう言ってもらったらもう赤中退じゃなくて卒業したものが、卒業したらね最近ね、うん、まあそうなんだ、まあまあまあそういうのはまあ言ってこう、さらけ出してこう今日はいいよいいよ、はい、いい、はい、もうこれで終わり、こんな感じにしようか。